それでは本日初参加いただきましたレッドルブスの皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。そう、形式的ですね、すごい。何的？形式的な感じですけど。形式的？はい。じゃあちょっとおくつろぎなところ大変失礼いたしますが、どなたかレッドウルブスというねチーム名の由来をどなたか教えていただきたいんですが、ご存知の方、ゲンさんお願いします。実は知りませんさっき聞きました。あら、どなたかご存知の方は、あの辺になんかあっちの方に今日じゃあ2チーム目を作ってくれた究極のキャプテン、エレキポツボトさん。あ、どうもこんにちは。こんにちは。なんで君たちはチーム名の由来を。いやですね、さあ持ち上げられて、持ち上げられた、フラワーレッズが大好きな人が、お赤と、お最後レッズって訳したがためだけにですね、お適当に作ったチーム名。なるほど。いや、上と頭文字とお尻の文字をもじってレッツって呼んでいいんですか。じゃあ、ね、簡単に言うと、はい、分かりました。なんで俺チームでもらえるんだ。言っちゃったね。はい、皆さんはじゃあ川越フットサルリゾートさんでの個人参加フットサルでの仲良しチームということでよろしいですか。9メンバー。 2年前くらいまあ今でもこうしてね、こうしたメンバーが集まれるっていうのはいいですよね。やっぱフットサルを通じてじゃあ仲間が増えたってことですもんね。そうですね。はい。僕なんか大野さんよく知ってるんです。はい。かつて僕もこの飲み会に参加させていただいたことがあります。最近も呼ばれないな。飲んでないから。あれ？いつも行こうって言ってるのにいつも行ってくんない。すいません。じゃあ今度僕が逆にじゃあ幹事となってこのメンバーと一緒にお酒を酌み交わしたいなと思います。はい。いつも同じ。チャリティーフットサルで同じ。あ、チャリティーフットサルって言っちゃった。宣伝しちゃった。本当申し訳ないですけど、皆さん僕のキャラ分かってくれてるのは嬉しいですけど、はい、この動画中でやると他のお客さんにも僕の適当さ加減がバレてしまいますので。適当じゃないですよ。雑です。どっちも変わらないですよ。わかりました。じゃあ適当以下の雑という位をいただいたところで、今日の大会の意気込み、皆さんこんにちは含めてじゃあ一つお願いします。誰？じゃあ山田さんでいきましょう。山田さんやっぱりもういつも参加いただいてるんで頑張ります。あんだけツッコミは鋭いんですけど、いざスポットライト向けられると苦手みたいな、そんな感じでレッドウルブスさん、略してレッツの皆さん、今日も楽しくお願いします。お願いします。あ、すごい動画の止めどころわからないんですけど。止めてなかったの？何ですか、僕のこのキャラクター分かった上でのちょっとしらけさせてやろうみたいな。止めてなかった。はい、まだ全然止まってないですけど。え、っていうかその長さ乗るんですか動画。 YouTube はね、今ね進化しまして、あの15分までいきます。すげえ、はい、YouTube、ま、アメブロじゃないんだ。はい、アメブロの動画は15秒しかダメなのと、音楽が鳴っちゃうと結構アメブロサイドからクレームが来るので。YouTube 載っちゃうんだ。世界の人が見られちゃうんだ。はい、もうこれ世界の皆さん見れますから。やべー。はい、検索タグも全部アルファベットに変えればすぐ英語の人からもアクセス入っちゃうので。やべー、見られちゃう見られちゃう。うまくいけばフットサルモードのトップページの埋め込み YouTube のところにも入っちゃう可能性ありますから。え、まだ撮ってる？まだ撮ってます。長い、はい、長いな。ところで多分次試合かと思いますので頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。レッドルーブさん、略してレッツの皆さんでした。ありがとうございます。どうも。続きまして